What's up, ladies and gentlemen? Part of the Jazz Man. Welcome back to Yakuza Kiwami 2. Hopefully, y'all are having an amazing day. I know I am. The last episode, we did some stuff. Oh yeah, it was the twin bar owners from Stardust, and then one got shot because he was a bad guy, and yeah. And then the other one got shot because he was a good guy, and then yeah, stuff happened. But we're back. And we're going to continue. What are we actually looking to do right now? What is our objective? Just got sub stories. I could do some upgrades though. Boost attack, boost health. It's like level 4 the limit? Because it doesn't give me an upgrade. See, this gives me an upgrade, this doesn't. Interesting. Battle skills. Boost light, boost heavy. So we just need 510 yellow for that. What am I needing to do here? Oh. Well, there it is. Alright, let's go grab her. She's at the clinic. Stomach's empty. I've already finished that restaurant out. What restaurants can we get along the way? Fujisoba? Fujisoba. Keep missing it. Yeah. Talk to you. Oh. Oh yes. いらっしゃいませ. I've already eaten a lot of stuff. Hot soba and chilled soba. 気に入ったぜ. Rice and noodles in the hominy. Rice lover. さ, oh, nice. 行くか. Need some more experience. ありがとうございました. Alright. Let's continue on the way to grab Sayama. Fight these dudes, why not? Oh, these are Yakuza. Nice. Spunky. Emoto Clinic. Hmm.
女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけど、えばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを。さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらヤバいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。とんだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう、やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ。俺が武だ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女の子でなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない、あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか。ああなんとかな。カズキの容体は。まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと、なんだお前は。What? 出の身感じるにゃ。おいケチャンニャ、いろな、壊れはった。お前ら誰だ。アーニャ、いにょそろん感じるのか。アーニャ、お外組織の連中か。待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの。Oh, hell no. ちょっと待て。なんだ、うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。You will try and fail. Dramatic. Mysterious. They both have two health bars. It's not that fun. Or three health bars each one. That's just unfortunate. Feel the heat. Let's go. Just yeeted him into him. さすがに強いな。お前ら誰に頼まれた。やめろ。次は本当に当てるぞ。いえ、韓国의조직진관파。なるほどな。なんて言ったんだ。
手回しが早いな。非常警戒門が敷かれたのよ。ここはまずいな。話はどうだ。伊達さんが待っている場合へ行こう。That was more for health than experience. ありがとうございました。 Now to Bonta. Move. This one. He's here. Nice. Jim Beam Bourbon. Oh, 帰ってきたな。 マスターは?ちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ。病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派。看護語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味で派と読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派、韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表立ってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と合田会長を誘拐したのもその人言派か。ああ可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ。どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か。マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それになんだ。彼女のことを探してるみたいだ。私を。この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が。ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんとカブラさんをせれない。わかったわ。It's always Kiryu that has to do the big fighting. あれ、Kiryuさんお戻りで。マスター、この写真は一体なんだ。それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。え、いや、それは誰に頼まれたんだ。え、いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。キリュウさん、俺たちのために死んでくれ、頼む。
Please let us kill you. Citizens of Kemurocho. Dink, now the bat is mine. Let's go. してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減ってみんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったのでつい毎日返済に追われて困っていたら急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですからもういい。え？1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。桐生さん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。Everyone's waiting for me at Serena.My goodness. Sure. Granny in peril. All right. Yeah. Oh. Don't be checking me out, Granny.
Wait, wait. Chinese man. If you not hand her over, we take her by force. Okay. What's she gonna fight? Oh, triads. Okay. No cap. Granny! Nah, you boys are weak. Little Granny over there picked one of your boys up, just chunked him. Full on, like, not even a suplex, but like a over the head slam kind of thing. Okay. Oh, no, this is the right way. This is the right way. Up to Serena. Oh, 帰ってきたか。 やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ？何かあったのか？キリュウ、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天のビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ？警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。Interesting. That's not good. But we're in chapter 8. Suspect.どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね？ジンゴン派です。ジンゴン派？何を言ってるんだ。ジンゴン派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか？ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。
人工派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。 This guy is supposed to be like what, the chief of division 1, and he sees a video like of a gunshot, but Date's gun didn't move. There was no recoil or blast from his gun. You're supposed to bebeThe chief of division 1, and you can't even see that wasn't his gun that fired? そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを頼るしかない。華やか。ああ、何か掴んだら連絡する。ここにあるのね。ああ、ここの50階だ。エレベーターは向こうだ。I remember, we have to go down and go up, right? 着いたわ。Yes, sir. To 50th floor.久しぶりだな、キリュウ。地下の次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。瀬山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、
卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後配属先を4階と移し、今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格、同時に四課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを。あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。そうだ。俺は大吾を誘拐した奴らに言われ、天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと、警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに。だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ。悪いことをした。え、どういう意味。もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ。どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと。まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるのか。いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。大吾なのか。そうだ。あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルはどうしたんだ。停電です。原因は。どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに移します。何者だ。何人いるんだ。8人です。この部屋はどこにあるんだ。このビルの地下10階だが、退治してくれるのか。ああ、何としても大吾の居場所を知りたいからな。Mysterious intruders.Eight of them. Two of them in front of me. Savage.
7. これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前。Recognize you。キリア、おとなしゅうその子を渡したってな。Yeah, I knew I recognized him。我ほどの男、こないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや。ぶち殺したれや。And you failed。誰？You failed back then, like you're gonna fail now. 大見連合の林って男だ。大見？なんでお前がこんなことをしてんだ。わしは今、龍二さんの下にいてまんねん。直接大見とは関係あらしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと。わけはよう知りまへんわ。ただ、ここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ。1年前の事件後、オウミの幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたるケジャンでっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。なめたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん、命捨てたわしじゃ通用せえわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。Okay, well, I'm beat you to the ground, so... Four, five health bars? Wait, you got a gun, help! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Maybe six health points.
I need to heal. Use all my weak heals first. He got a hot and cold pipe. Also, how rusty were those pipes? He could just rip them right off. You're gonna use weapons? Hold up. Give me a second. I got one of these. And yes, that's Majima's move, but with pipes. Inventory. Just raw violence. Sasuga ya, Kiryu. Damn right. しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。There's your rat. ボス、故障か？いや、誰かにハッキングをかけられています。なんだと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。
これも合流会の仕業か。状況から考えるとおそらくそうだろう。くそ、早い。これじゃ対応できん。代わって。え、早く。なるほど。あいつ、すごい。さすがだな。さすが。なんだ、お前知らなかったのか。あれが狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策。ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。狭山は国家に仕上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃあ、あいつはなぜ四課に。配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は四課に行くことだったんだろう。そこまでして四課に。まあ俺が知ってるのは狭山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、いける。大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ。太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと。知ってるの。ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに四課のデカ、不思議なコンビだ。Likely, we go to Shangri-La, we're gonna get into a nice big fight. So, ladies and gents, I think that's a good stopping point right here. As always, appreciate you being here. Y'all are awesome. Make sure you check out our YouTube, Twitch, Twitter, and Facebook. Jasmine Gaming across the board. Y'all are awesome. And remember, stay jazzy.